新宿、渋谷、静岡号新宿、渋谷、静岡号新宿、静岡号新宿、静岡号、新宿静岡線とは、東京都渋谷区と静岡県静岡市を結ぶ、高速バスである。首都圏と静岡市内を結ぶ、座席指定制の直行便として、2007年4月に、京王バスと JR 東海バスが、渋谷、新宿ライナー、静岡号を、 同年6月に JR バス関東都市図、鉄ジャストラインが、スンプライナー号をそれぞれ運行開始した。両路線は共に新宿と静岡を直結するもので、あったが、スンプライナー号は、新宿駅 JR 高速バスターミナル発で、北海道を経由するのに対し、渋谷、新宿ライナー、静岡号は、新宿高速バスターミナル発着で、渋谷に停車し、 静岡市内では、南幹線を経由するなど異なる系統であった。2016年4月4日より両系統とも、バスタ新宿発となった。そして2017年4月1日より両系統が統合され、旧スンプライナー号は、新宿、静岡号、旧渋谷、新宿ライナー、静岡号は、新宿、渋谷、静岡号と案内されるようになった。 各系統とも首都圏内のみ、静岡市内のみの利用はできない。ありがとうございます。